ありがとうございます。お疲れ様です。肩慣らしです。マッハスピード放送局です。お願いします。なんかね、うん、ちょっといやこの前さ、うん、養成所一緒の同期というか、まあその養成所の話はややこしいんだけど、うん、まあ同期ほぼ同期の石本くんと飲んでてはいはいね、僕らのね少ない数の養成所、まあもう飲み仲間、もう今お笑いやめちゃったんだけど、うん、まあ俺のもう飲み仲間、うん、もう酒があって会話もあって楽しいって感じで飲んでて、うん、まあ夜も更けてきて10時ぐらいですね、うん、話してたら、うん、なんとそのタイミングで、うん、全然連絡取ってないですよ、うん、養成所、うん、からも全然連絡取ってないんだけど、偶然養成所の友達と飲んでたら、うん、その当時養成所が一緒だった、うん、坂巻くんの元相方、うん、おお、あ、名前出さない方がいいな、いや別にいいよじゃあいやもう この後もう名前出しちゃまずいよな、変態になってくるんだそうなの、うん、かかっあの LINE 来て、あ、 LINE 電話かかってきて、うん、で前も話してるね、なんか話はしたいです、そうそうそう、まあ、高校の同級生なんですけどね、そう、元相方で来たい、じゃあこれすごいよって、うん、このタイミング、いいじゃん、石本お前と飲んでる時に来るなんて、うん、何だろうって電話した、うん、なんかもう酔っ払ってんのよすごい、うわうわ電話したわ我みたいな感じで、いやでもすごいタイミングですよ土本さんっつって、うん、俺今だ誰といると思います、石本といるんです、ほんまかいみたいな、うん、じゃあもう飲み会いましょうよっつって、うん、どこいるんすかっつって、うん、ちょ野方、ちょ野方、ちょ野方に帰るよって何回言うねん野方、ちょちょ野方いやほんとこんなよ会話にならないような、いや知ってるよ、あ行けます行けます、うん、野方行けます、じゃあ行けますねっつって高円寺からだったからもうすぐ飛ばして行って、うん、したらもう会話にならない、あの電話野方ついてもしもしっつったら、うん、あみたいな、うん、ちょっと野方つきましたよっつって、えみたいな、うん、じゃあ俺を探せやみたいなやつで、ないや分かんないっすよみたいな、うん、もしかして野方いないんすかみたいな、うん、なんか途中でなんか中井まで来れるかみたいな、なんか話変わってありましたから、めんどくせえ、いやめんどくせえと思って、うん、いねえんじゃねえのみたいな感じ、うん、で俺最初野方区民ホールあたりで電話してて、うん、どこにいんねんじゃあみたいな言われて、今じゃあ野方区民ホールどこにいるんすけど、そしたらそこを左曲がってあの1個目を右でとか言って、いやそんなんで分かる、本当にそんな空間把握能力あるわけないじゃないですかっつって、うん、本当っすかって、そしたらでも店のまま言えんな、でも外にいんの、ああそうなんだ、そうカンカンカンとか聞こえてくんのよ、ああそれがどこなんじゃ、で右やまっすぐやみたいな、うるせえうるせえと思って、でもそしたらその、うん、カンカンカンとカンカンカンがどんどん合ってきたのよ、ああ奇跡的に合って本当にちゃんと説明しててナビはちゃんとできてる、そう、うん、でカンカン、おいちょっと待ってくださいっつって、カンカンカンが合ってきましたよ、ああみたいな、うんうんうん、そしたらそのカンカンカンで、うん、電車が通ってて、うん、合ってきましたよ、まさかこれもうめっちゃ近くにいいんじゃないですかって、うん、でカンカンカンって電車通ってバーッと開いた時の向こう岸にいたんだけど、うん、もうその姿が、うん、氷結のロング持って、うん、ボロボロの T シャツみたいの着て、うん、サンダルでうわーっつってうわーみたいな、もう化粧もう忘れられない、何あれと思って、そんなんなっちゃったのもうベロンベロンの武器で、俺も本当俺石本とボロボロの T シャツって何、石本と後ずさりをするぐらい引いちゃうぐらい、何あれっつって、絶対関わっちゃいけない人だもんな、来てほしくないってぐらい普通に考えたら、うええーみたいな、やば、来てでさ、うん、聞いてた話と違うからさ、うん、司法書士頑張ってる、あいつは、うん、ね、解散して頑張って5年、うん、何年も5年勉強じゃない、もう5年以上聞かないよ、うん、10年以上よ、頑張って司法書士ってすごい難しい試験の、うん、合格して10浪ぐらいしてでしょ、だから言ったらで今度自分の個人事務所を設立しようかなみたいな話をしてて、あこいつすごいちゃんと頑張ってんだなって思ったよ、それがなんでバーってやつになってんだろうと思って、剥奪されたんかな司法書士、そしたらでもなんか、うん、ちょいちょいちょい、俺明日8000万 の, あの取引の何とかに行かなきゃなんねんそればっかりよ、8000万の8000万の、うんうん、
でガールズバーみたいなとこ行ってしたらもうちょっと俺も覚えてないんだけども、うん、とにかく会話にはならない、うん、けどもう、うん、うん、うんって言ってくるで、なんか俺口答えすると、うん、本当に下さんの力でやっていい、うん、言ってよ。いや、マジマジでマジマジ本当に。いや、それで俺が怒んない理由なんでだろう。今殴られたんだから。いや、違う違う、同じ力でやっていいって言ってる。ああ、そうか。これ言ってな。これ2時間と、あともう本当のガチのやんな。いや、もうマジでボンボンってやつで、覚えてる俺めっちゃあざできてたの。あ、できてた、できてた。シャレなんないあざ。できてた、できてた。あ、あれやられた、どつかれた。どつかれまくって、2時間。今のでマジだよ。超痛いでしょ。超痛い。でも痛いって俺、意地でも言わなくて。しかも向こうも。そのプライドもわかんないけど。いやいや、だって女の子笑わせなきゃいけないんだから。こっちはガールズバーだからね。痛いって顔したらもう終わりだから。引いちゃうしね。ちょっとみたいな。あくまでちょ痛いっすよ。あくまでちょけてやってるように見せなきゃいけないから。壁にガンガンみたいなとか。ボンボンボン。喧嘩や。いや、マジで。シャレになんない。どういうこと？サムネあざにしといて、あの。あざの写真あったっけ？いや、マジ暴行写真ですよ、本当に。え、そんな。でも一応明日8000万。あ？ボン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 。確かに酒癖は…ざっけんなと思って。よくないけど、そんな暴力とかせんかったよ、あれ。最低な人間になってた、ほんとに。二度と会いたくないし。マジで。だからもう、ちょっと…殴っていいか、お前。な、いや、俺殴られたら意味わかんない。なんで元相方のお前に復讐するみたいな。いや、もうなんかもう、ちょっと…そういう、あれが良くなかったなと思って。坂ちゃん、もう7年ぐらいコンビ組んでたんだから。あの人間性になったのはやっぱ少なくとも坂ちゃんのせい。めっちゃ時間空いてる。あると思う。いやいや、もう最低。でね、後輩って意識があるからね、多分あいつの中で。いや、そうそう。でも俺も10年ぶりよ。でも何年経っても後輩。10年ぶりに会った人を、うん、なんであんな風に殴るの。本当にすごかった。それは楽しそうに殴ってんの。楽しそう。受けてると思ってんの。あ、受けてると思ってんだ。ああ、なるほどね。それはもうでも俺10年お笑いやってますから。やられた後の一言も抜群に面白いですよ。リアクションで、うん、もうガールズたちが、うん、はぁ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 、面白い、はぁ、笑ってけど、笑ってない笑い方笑ってんやろ。まあそれはドン引きよ。音がすごいんだもんだって。やばー、クンクンみたい。やばー、マジやばくて。いや、そうか。で、でね、そういうことあって、うん、じゃあね、そっから1週間ぐらいしたらまた石本から LINE 来て、あの、今度は先輩と飲んでますっていうやつで写真が来たんだけど、うん、それ山下さんだったんで。あ、俺しかわかんないそう、少ない。それももう変人の、うん、芸人さんっていうか、うん、あれで、あれサイコパス、サイコパス、元祖サイコパス芸人でもお笑いもやってないんだけどやってるって言い張って、そ、うん、いう人でね、ずっと言い張ってた。まあちょっと本当におかしいのよ、うん、もうあんた、もう本当説明できないんだけどまあその人と飲んでるっていうから俺もちょっと、うん、遊び行って、今度3人で飲む。うわ、すげえ、山下さん会ったの。山下さんって。うわ、俺ちょっと会いたいな。でも会わない方がいい、落ち込む。え、なんで。もうね、やっぱちょっとまたこっちもこっちで会話にならないっていうか、モノホンになっちゃってた。もう無理無理無理だよ。いや、もともとちょっと会話が成立しない部分がある人で、前提がないんだもん。お、だってお笑いの話もできないし、うん、もうね、もう前提がない、全部心がないような喋り方をするというかね。うん、うん、もうね、喋れない、本当にすごい。あの、駅前の叫んでるおじさんと話してるようなもんで、あれは本当に。あらららみたいなの、あらららみたいなのオフの時の、うん、あの人とあの人のオフ見たことない話してるみたいな感じなんだけど、うん、そしてだからそのね、1週間前の事件を話したもん。うんうんうん、いや、それはでも話すわな。聞いたけど、俺もそれ石本から今聞いて思ったんだけど、うんうん、そんなはずないと、うん、なんか飛んでると絶対真ん中が、
なるほど。なんかがあって、うん、土元に火がついてなったんだ、うんうん、と思うんだけど、どうなのって言うから、もうそれは全くないですと、うん、急に暴行始まりました、うん、ひどいねみたいな感じで、まあまあその時はね、うん、まあ楽しくもないんだけど、うん、もうちょっと変な、久々にね、懐かしい匂いがしましたよ、あれ、うん、俺らの養成所って、また今度は詳しく話しますけど、俺らの養成所って、あの空気が分かんないとな、まあ、ちょっと特殊だったんだよな、もう行かれてたんだけどね、うん、まあそうだな、なと思ってさよならして、うん、で次の日、うん、夕方ぐらいにその山下さんから着信あったの、うん、2日連続、うん、俺なんだろうと、うん、もしもしなんすか、うん、って電話したって言ったら、うん、あのさーつって昨日の話なんだけど、うん、あれなんかね、家帰ってまた今日思い出してたら腹立ってきて、いろいろ調べたんだけど、うん、あの訴えてみたらどうかないろいろ調べたら、もう目撃者も石本もいるし、ガールズバーの子もいっぱいいるし、朝とかあったじゃん、うん、ああいうのを、やると全然訴えられるくて、それでね、そしたら司法書士とかももう全然ダメになると思うから、訴えたらどうかな、そういうことしたいわけじゃないか、あそう、ありがとうございますつって一応、あなたのことを思って、いや、そうそう、やっぱ先輩が、そうそう、ね、やり方はね、なんかちょっとおかしいかもしれないけど、一応俺の後輩を思って熱くなり裁判沙汰にしてたそんなことしたいわけじゃないですよ、腹は立ったけどあいつどうにか訴えたいわけじゃないわけですよ、そうだから、もう相変わらずイカれてましたよ、みんな超イカれてんな、イカれてる、マジで言ってんでしょ、でもそれ、うん、どうかなと思っていや、うんうん、あ、山本はどういう感じなの、あ、じゃあ、まあ僕はだから別にこう、うん、ちょっとそれだとなんかね、こう、うん、フリートークとかでも話せなくなるんで、やっぱ訴えるのはいいかなと思う、あ、うんうん、じゃあまあいいんだけど全然調べたら訴えられるって感じ、その感じ俺しかわからないうんうん、まあまあいいけどの、あの感じ俺しかわからない、いやもう俺、だから俺の養成所何のために行ってたんだろうなと思って、本当にこのやついなかった、悲しくなりました、うわぁ、やばいな、暴行会いました、坂巻くんの元相方に暴行を受けました、傷害事件です、いや俺それ泥酔したあいつとはもう会わないことにしてんだよ昔から、うん、何年も前から、うん、すごい飲み屋で大きい声でねやられたことがあったんだよ、二人で飲んでる時にある、うん、すごい店員とかにもうわぁとか言ったりして、こうやって喋ったりするの、うわぁとか言ってでっけえ音で、うわもう二度とこれ体でっけえんだよね、でっけえ186ぐらいあるから、186のボディとストレート食らってんだぜ、うん、そうめっちゃ喧嘩強いから、ほんであれ知らねえよ、プロレスとか訴えようかな出たんや、山下さんだ山下さんに連絡しようか訴えます調べたらしいから司法書士のやつ訴えるいやいやいや謝ってすみませんでした、うちの元相方がカメラ、ガンタファンに、ガンタファンの皆さん、うちの親とか、お姉ちゃんとか、ガンタファンの皆さん、お母さん、みちこさんでしたっけ、お姉ちゃん、あといつもライブ来てくれてるなんかおばさんの方、本当にうちの元相方がガンタ君に暴行を加えて本当に申し訳ありませんでした、今度もし会う時やったら僕の方からちょっと強く言っときますんで、はい、もう勘弁してください、申し訳ございませんでした、訴えます